はい、こんにちは、ゴーストです。今日はですね、皆さんからいろいろ質問があったので、それにお答えしていこうかと思います。この番組はですね、iPhone や Apple Watch、コンピューターのことを中心に解説していきたいと思います。それでは早速、今日の議題は、最近、アップルウォッチで LINE の挙動がおかしいという質問をいただきまして、それにお答えしたいと思います。まずですね、アップルウォッチに LINE を入れると届かなかったりフリーズしたり結構大変だと、でこれ何とかしてくんないかという相談を受けましたので、それにお答えしていこうかと思います。スクリーンショットいっぱい撮ってありますので、これを見ながら説明していきたいと思います。まあ、簡単に言うとですね、まず Apple Watch から LINE を削除する。そしてですね、まあこの辺に多分やり方がどん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 出てると思うんですが、あんまり早くしないでゆっくりめに出したいと思います。でですね、まずそれでダメだったら、次にですね、こちらの iPhone の方から設定をします。何をやるかと言いますと、まずこちらの方 LINE を一回削除します。でまた再インストールします。まあ、実際は再インストールといっても、こちらに入ってますからそんなに時間はかかんないと思いますので、皆さんやってみてください。それとですね、それでもダメな場合、最悪の場合ですね、一回ですね、Apple Watch の方とこちらの、iPhone の方の同期を一回外してしまいます。で一回同期を削除して、もう一回同期をやります。僕の場合はそこまでやらないとダメでした。でそこまでやったらですね、今結構快調で、例えばどんな症状が出たかっていうとですね、スクロールができなかったりとか、固まったりとか、いろんなその不備な症状が出てました。それやってからはもう一回もなってません。至って快調です。そしてですね、結構ね、大変なんですよ。スクリーンショット撮ったりするのも、Apple Watch でスクリーンショット撮ったりするのも、デジタルクラウンと、その下の、その音量ボタンですかね、その真ん中辺をポチッと押すと、スクリーンショットが撮れるんですが、こちらの方の写真の中に、入るんですが、それが結構やり方が大変です。やり方が大変でしてですね、まあ、こちらの方の Apple Watch の方の設定から全てやんなきゃならない。そして、こちら、ごめんなさい、先ほどの話に戻りますけど、同期はですね、結構時間かかりますね。まあ30分以上かかるかな。まあ結構気長にかかりますけど、でもやった甲斐があったって感じですね。もうすぐですね、すぐいろんな動作がサクサクするようになりました。あともう一つ、 Apple Watch の LINE のですね、アップデート、これ一番最初かな。まず最初にですね、 LINE のバージョンを確認してください。LINE のバージョンが古い場合は、そういう障害が出てるというサイトに載っています。なので、LINE のバージョンの確認の仕方はこちらです。で、確認したら、LINE のアップデートをしなければいけないんですが、LINE のアップデートに関しては、ソフトウェアの自動更新になっていれば、勝手にアップデートされているはずですが、もしそれを外している方は自動アップデートをオンにしてみてください。で、自動アップデートをオンにして、どんどんアップデート最高になっているんだけども、でもそういう症状が出たという人が、先ほど言った Apple Watch のペアリングのし直しですね。それが一番効果があると思いますけど、まあそれ大変なんで、まず LINE をその消して、 LINE をもう一回インストールすると。こちらの方ですよ。こちらの方でやったら大変なんで、LINE 削除しちゃったら大変なんで、こちらの方で、Apple Watch の方で
やってみてください。あと LINE のバージョンなんですが、先ほどスクリーンショットに出てたと思いますが、私の場合は 11.6.5 になっております。これがですね、これよりも低い場合、10点いくつとかの方もいらっしゃると思うんですよね。これ確かじゃないんですが、おそらくですね、2020年、去年ですね、もう改定してるはずです。その辺がちょっと問題であったので、直ってるはずです。それと一つだけ要点、Apple Watch のバージョンアップをしたけども、LINE ができないよ、おかしいよっていう人がいると思うんですよ。そういう人は、Apple Watch のバージョンアップをしてから再度ペアリングをし直してみてください。やっぱペアリングを最後にしないとうまく動作しないと思います。先ほど言ったように、ごめんなさい、まとめですけども、1番 LINE を Apple Watch から削除してもう1回インストールし直すと。それでもダメだったら、LINE を削除する、 LINE 自体を削除する、 LINE 自体を削除してもう1回再インストールしてダメだったら、3番目、Apple Watch とiPhone をペアリングし直す、これですね。まあ LINE に関わらずですね、 Apple Watch の、バージョン、ソフトウェアのバージョンアップをして、その後ペアリングをしてダメだったっていう人いらっしゃると思うんですけども、そういう方は私の言った手順でやり直してみてください。そうするとうまくできる場合があると思います。私の場合はうまくいってます。非常に快適です。なのでちょっと皆さんお試しになってください。あともう一つだけ、 Apple Watch で LINE を使う場合は絵文字とかそういうものは、受け付けない場合あります。実際にこちらの方にスクリーンショットを撮っておきますけども、こういうメッセージが出ます。これは使用できないようなものですというようなメッセージが出てきますので、あとですね、通話は、ほとんどできないんじゃないかなと思うんですよね。まあできる方とかいらっしゃいましたら、もしいい方法がございましたら、逆に私の方に教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。良かったと思う方はグッドボタン、あるいはお気に入り登録、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバイ。あと2分あります。